エレクトーン D1B 型はトーンレバーやエフェクトレバーをいろいろと操作することによって各種の楽器に似た音色が出せます。これからそれらの音色や効果の例をいくつかお聞かせいたしましょう。はじめにオーボエのような音の例としてチャイコフスキーの白鳥の湖。ような音をモーツァルトのフルート協奏曲でやってみましょう。ような音の例としてウェーバーのマダンの写真序曲。オルガンのような音で賛美歌アデステフィデレスを弾いてみます。チェンバロのような音も出せます。スカルラッティのソナタ。チェロの二重奏の感じをサンサンスの白鳥で弾いてみましょう。セレスタのような音の例としてチャイコフスキーのくるみ割り人形。次にマンドリン効果をつけてイタリー民謡チリビリビン。
鈴の音を出してみましょう。これはサステイン効果で簡単に出せるのです。曲はロシア民謡トロイカ。今度は工場の月を琴や尺八のような音で演奏してみましょう。日本の太鼓やお囃子の感じも出せます。エレクトーン D1B 型は弾く方の好みに応じていろいろな音色や効果を自由に組み合わせて幅広い音楽の表現ができるのです。例えば次の演奏を聴きください。曲はフランス民謡アビニオンの橋の上で。